皆さんこんばんは、 DJ パピーです。この曲ね、長いですよ。はい、覚悟して聴いてください。太陽が飲まれてく夜が時々起き強がり、晴れた日は月明かり、自分の逃げ道を知ってる。でも時々自分の生きがいが消えてく。泣いてたり吠えてたり噛みついたりして、そんなばかりが女じゃない。鏡に映ったあなたと二人、情けないようでたぶんくましくもある。顔と顔を寄せ合い慰め合ったら、それぞれ玄関のドアを一人で開けよう。希望の中愛を求めていた。フェイス2フェイス、あなたを探しに公園まで散歩して、フィールドスペース眩しすぎる月の明かりの下で、苦がかれす恥ずかしくて照れさくて、繰り返し何度も同じ道歩いていたね。時間も言葉も無駄にして通り過ぎていたね。 Just your hand、 先に君に気づいて欲しかった。Take a deep breath、 深い愛はどこに向かって。どうもこう事情で疑う余地もない私たちの平凡で尖ったところもない、こんな毎日じゃ味気ようもないじゃない。ここまでにしよう。ちょっとね、喋りたくてこれ長い曲選んだだけなんですいません。コメントね、紹介コーナーに行きたいと思います。リナさん、この曲大好きです。あ、前回の曲ね、昨日の曲、グレイシャスラブと、あのもう一曲なんだっけ、思い出せね。花火ね、すいません。この曲大好きです。心が温くなりました。ありがとうございます。リナさんの歌もね、結構あの温まるんでね、これからもよろしくお願いします。ノイクーさん、ありがとうございます。私もエブリでよくコメントしながら寝落ちしちゃってます。うん、知ってる。私 も覚えてもらえるように頑張りますってことで、何言ってんの、覚えてるしみたいなね。東京マラソンに出たらあれでしょ、1キロでダウンしちゃう、あの筆記歌わせたら右に出る者はいない、歌が上手くてバレエで汗かいてる。ノイちゃんでしょ、忘れないよ。ありがとうございます。姫ドレスさん、旬な歌だねってことで、あの花火ね、ありがとうございます。第3期やるんだよね今度ね。うん、主題歌は今回も花火なのかなと思って、なんか違う曲な気もするんですけどね。ありがとうございます。アカラホリックさん、歌もトークも外見も中身もイケメンって、もうお世辞ばっかり、本当にもう時給上げてほしいからって。ナナママ、マミーの、ね、プロフィールかなにね、あの帰ってほしい人みたいなが帰ってきたって書いてあったんでね、うん、まさかあの人だと思いませんでした。
お腹の底をね、なんだっけ、こちょこちょされるのが好きってことで、低音ボイス、何かなちょっと考えてるんだけどね、俺も。一応ね、バースデーソングに歌ったね、候補に上がった曲は練習してるんでね、そのうち歌いたいと思います。それからアロハさんは選曲意味のあるものっていいなってことですね。本当にそうなんだよね。まあでもごめん、これはちょっと意味のないもの、今日の曲はね。それからドキンちゃん、歌広さん、ミケチン、それからミクミンミン、ありがとうございます。エロチ、トスチン、ニャンコもありがとう。久しぶりニャンコ、ありがとう。コメント嬉しかったよ。それからあやチュンチュンチュッパチャプスさんはですね、私も一回辞めたけど戻ってきたってことで知ってるよ。ニホヨさんでしょ、もう辞めないでね。それからメロッチもありがとう、朝日早くにコメントをもらって、速攻返したんですけどね。お仕事お疲れ様です。電車あれなの、始発待ちなの、大変だね、頑張ってね。それからあんちゃん、あんちゃんさ、ごめん、グレーチャスラブにコメントもらったんですけど、うわめっちゃラジオ F 横みたいって。 F 横知ってんの、マジで。俺超知ってる。